しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日は、昨日の動画ご覧いただけましたでしょうか。まあ、物語シリーズコラボが始まったということで、魔法石全部使ってガチャを引いたらなでこが、まあ、なでこだけ出たんですけど、まあ、そのなでこを使ってね、裏修羅勝ってきました。試運転で勝ってきました。ただあんまりねしっくりきてないんですよね、パーティーが。まあ、コマさん、イノスケ、デフォルメスクルド、チャコルっていうパーティーなんですけど、あんまりしっくりきてなくて、まあ、なんでかっていうと、もうちょっとねこのね、まあ、なでこの変身後が持ってる木のコンボ強化を積みたいっていう気持ちがあるんですよね。やっぱりこう、まあ、メインアカウントはもうループの編成が組めてたりするんで、あと他の YouTuber さんのね動画とか見てもやっぱりこれが詰めてるともうちょっと火力出るのかなというところがあるので、まあね、それを入れる編成、例えば編成難易度低い方面でいくと転生ビシュヌとかもパワーアップでその辺をゲットしたんですけど、まあ、ビシュヌを入れるのはなって、まああんまり本当にだからしっくりきてないんですよ、それも。そうで、まあ今めちゃくちゃ考えていたところ、交換所にすごいいいキャラいるじゃないかっていうのを見つけました。何かというと、お正月ガチャのキャラですね。こちらアルテミス、正月アルテミスの新しく追加された究極進化後、こちらが、まあ、スキム3つ持ちながら、コンボ強化3つと木のコンボ強化2つで、スキルも10ターンで使えるもので2ターンの間属性吸収を無効化で、ヒドロップをキドロップに変化、覚醒無効状態を全回復。まあ変換の元で言うとナデコと被っちゃうんですけど、ナデコも火を木にして、でアルテミスも火を木でしょう。まあ変換元が被っちゃうっていうところはあるんですけど、属性吸収無効2ターンとさ、覚醒無効もケアしながら、これですよ、木のコンボ強化が詰める。で、超覚醒でスキムプラスもいけるんで、スキム5にもなれるわけですよ。で、言うと変身キャラとも相性良くてっていう、かなり優秀なキャラです。今後のキパ、まあ、なでこを今後、まあ、これ以上に強いリーダースキル、そんなポンポン出てこないと思うんで、なでこをリーダーにして、キパって、こう、どんどん、ね、強くなっていくというか、そんな感じの未来が見えるんですけど、その中においても結構アルテミスっていい選択肢に入ってくるんじゃないかなと思っております。まあ、今日のお昼あげた、あ、しげしげチャンネルで上がった動画でふみちゃんがねアルテミスなでこでやってるんですけど、それも非常に良かったし、アルテミスいいんじゃないかなと、ゲットしちゃっていいんじゃないかなというのがこの動画です。よろしくお願いします。まあ、お正月ガチャね、ちょっと引きましたけど、正月リーチェを引けたものの、まあ、この辺引けなかったんでね、ちょっと交換しようかなって思って、対象見たんですけど、余裕でいけた。というかこれ退化させたんですけど、ダンタリオンとかね、まだまだいるんですよ。極星があと2体いるのと、バルディンもね、全然いるんですよ。極星2体いるし。そう、だから全然余裕で交換いける。普通の星6フェス限4体でゲットできるっていうのは結構交換レートも低いなって感じますね。この性能であれば、アルティミスの性能であれば、これはちょっと安いなと思ったので、まあダンタリオンとかね、バルリンとか使わずにずっとボックスにいるぐらいなら交換してしまおうということで、本日アルティミスいただきたいと思います。ありがとうございます。いや、今後キパー盛り上がっていきますよ、まず間違いなく。こんなさ、お正月新年一発目のコラボでさ、こんな強いのとさ、で、噛み合うような正月キャラの究極進化でしょ。これは今年はキパの時代来ますって。って思ったので、本日、ただいま、交換いたしました。そしてですね、この後もう一個やりたいことがあるわけですよ。まあ、とりあえずアルテミスは究極の形態で使います。まあ、究極進化前もね、強いから、複数いてもいいんですけど。はい、とりあえず究極形態を作りましたという感じなんですけど、もう一個、これはね、あ、え、溜まったかって感じなんですけど、こちらクロマギセレス、こちらを交換したいと思います。これもねいいんですよ。スキブプラス2個持ち、スキブ4で、まあ悪魔キラーを持ちながら L 字もね地味にあったりして、
で3ターンで使えるスキル、まあ、アシストしてね溜まりやすいいい感じの、まあ、ベースとして悪くない。だってスキム4持ってるから実質なんかもうマイナス1ターン的なところありますからね。うん、よくわかんないけど、これも消せないドロップ状態、覚醒無効状態、3ターン回復からの木以外から回復を3個生成なんで優秀です。はい、こちらをゲットしたいと思います。黒メダルが気づいたら5枚溜まっておりました。で虹メダルもねあと11枚あるんで、まあここ行っちゃっていいでしょうということで、まあ、無課金アカウントなんでね、本を買ってそのシリアルコード読み込むとかも僕は課金だと思ってるので、それはやらずに今回ね、今回というかまあちょっと前だけどこの交換所に追加されたということでゲットできました。ありがとうございます。これでだからだいぶまた変わってきますよ、昨日の編成と。昨日のこの編成で言うと、だからまあ吸収無効はあれだけど、属性吸収無効の面で言うと、じゃあコマさんにエスカトンジャッジメントアシストしてたからここ抜くじゃん。でここの覚醒無効回復薬も抜くじゃん。でこうなってくると結構統一感が出てくるけど、ただあの皆さん気をつけてほしいのが、この辺りをガンガン入れてくると無効貫通薬いなくなるので気をつけてください。セレスの超覚醒に無効貫通1個あったかなぐらいなんで、無効貫の火力っていうのが、まあ、ここだけだと多分乏しいから、まあアルテミスとセレスを同時に使うのをやめてとかで無効貫通薬を入れる必要は出てきたかな。お昼のそのふみちゃんが挙げたアルテミスなでこの動画の中では、無効貫通薬としてアルジェを起用するっていう結構面白い編成を組んでいたので、まだ見てない方いたらぜひ見てください。あれは素晴らしい編成でした。まあそんな感じでね、本日はアルテミスとクロマギセレスをゲットするっていう動画だったんですけど、やっぱりねそのね、なでこをねたまたま引いちゃった方、引いちゃったっていうとあれだけど、まあ物語シリーズが好きでコラボガチャ引いたらたまたまなでこ出たけどキパ組み方わかんねえとか、キパいいキャラいないんだけどっていう方はここですね、アルテミスは交換していいと思います。特に星6フェス限、ここ最近の超絶スーパーゴッドフェスとかで引きまくって余ってる方、余らせているぐらいならアルテミス行っちゃっていいと思います。このね木のコンボ強化、たこ焼き覚醒って呼ばれてますけど、まあ賛否両論あるんですけど、僕はめちゃくちゃ強いと思ってます。特に今後複数持ちが増えていってパーティー全体でこう無理なくめちゃくちゃ詰めるようになってったら、それこそ泥強とかあとコンボ強化とかプラスアルファで火力乗っかってきますから、まあそこまでね火力乗せてもカンスト値は決まってるから結局上限はあるじゃんみたいなことになってるのは事実ですけど、まあまあまあパズドラは進化していくゲームですから、もうね9周年迎えてもしかしたら上限値も見直されるかもしれない、まあわかんないですけどね。でその9周年を迎えるのが2月の終わりとかでしょ。で3月に正月アルテミスをゲットしようと思っても正月じゃないし、多分シーズンスーパーゴッドフェスの開催もね誰にもわからないじゃないですか。ラインナップされるともわからないじゃないですか。で言うと正月アルテミスは結構前のめりにおすすめしてます。そのねパズドラってね結構そのシーズンとかコラボごとにこうなんかさパーツがねポロポロ落ちてるような状況なんですよ。だからもう実質ディアゴスティーニみたいな感じなんですよ。こう強いリーダーをゲットしました、でそっからなんかこうイベントごとにこう落ちてるパーツを見逃さずに拾っていくとなんか完成しますよみたいな、超強いテンプレパーティーみたいなのが完成しますよみたいな。去年で言うとさ、なんかさアルバトリオンのそれこそさっきのエスカトンジャッジメントとかあの辺を取りこぼしたり、あと普通のジンギリュのポロネとかその辺を取りこぼしたりしてる人がこう炭治郎パとかセーナパでそれ持ってないんだよみたいなさ、代用早く出せよみたいな、そういう感じになっていくので、まあねその取りこぼさない視野じゃないですけど目線でいくとアルテミスは僕は確保しておくべきだと思いましたっていう動画でした。あくまでも個人の意見なので、まあ、参考にするかどうかはご自身で判断されてくださいということで本日は以上です。チャンネル登録高評価何卒よろしくお願いします。さようなら。